F512M はイタリアの自動車メーカー、フェラーリが1994年から1996年に製造していたスポーツカーである。1971年トリノショーで発表された 365GT4BB から 512BB。1984年パリサロンで発表されたテスタロッサ 512TR と続いて、1994年、 パリサロンで発表された F512M は、テスタロッサシリーズの最終発展系であり、180度 V 型12気筒ミッドシップエンジンを搭載する、フェラーリの最後を飾ったモデル。F512M は、1994年から1996年に501台、生産され、以後 FR 方式の550マラネロに、フラッグシップモデルの座を譲った。 先代の 512TR に改良を加えたという位置づけであり、そのため、イタリア語のマダファケイタ、すなわちマダファイド、改良系を意味する M を加え、車名が F512M となっている。ちなみに、F512M の512は、総排気量5リットルと12気筒数を表している。エンジンは単造アルミ製ピストンを採用し、燃焼室形状も一新。 バルブスプリングは追従限界が1万 rpm というバリアブルピッチのものに変更。チタン製コンロットを採用するなど軽量化が行われた。また、スピードライン製アルミホイール4ピストンブレーキキャリパーも軽量化が行われ、ボッシュ製 ABS が装着された。フロント部分は仙台 512TR まで継承していたリトラクタブルヘッドライトを 固定式に変更。テールランプを丸型4等へ変更し 456GT-F355 ベルリネット2のデザインになった。テスタロッサ以来特徴的だったルーバー越しのテールライトも他のモデル同様丸型4連に変更された。ボンネット左右に追加された中ダクトは改良されたエアコンのコンデンサー冷却、室内へのフレッシュエアーの強制導入を増大させる。 もの。セミバケットタイプのシート、ダッシュボード、ドアトリム、その他に最高級、コノリーレザーを採用した。フェラーリ故障診断テスターをフロントボンネット内に装着した。チューブラーフレームによって構成されていて、高ストレスのかかる部分には特殊、クロームモブデン光を用い、他の部分はカーボンスチール光を使用している。チューブラー写真にスチールパネルを溶接することにより、 強固なセンターセクションを構成。このため、車両合成が格段に強固になっている。フロントアンドリアのアンダーボディ及び、リアウィングインナーパネル、エンジンベイ、ラゲッジコンパートメントは、アルミ製。他のボディ各部、フロントアンドリアのインナーフェンダー、フロントウィングアウターパネル、リアヤーインテークなどは、ファイバーグラス製。ドアは、スチール製。ありがとうございます。